マーセナリーズはエレクトロニックアーツより発売されたサードパーソンシューティングゲームである。高い自由度と選択幅の広い戦略性を備えヒット作となった。2008年11月に続編のマーセナリーズにワールドインフレームスが PS2 版、PS3 版、PC 版、Xbox360 版でリリースされた。21世紀初頭。 北朝鮮の最高指導者、ちょい、金総統が韓国に対し、朝鮮半島の平和的な再統一を目的とした和平を提案した。これに、韓国側の対応政策と相まって、朝鮮人民軍の解体を条件に、韓国側は北朝鮮に対する経済援助要求に合意し、半島統一の機運が高まっていった。しかし、金総統の息子、 ちょい孫将軍はこの事態を有慮していた。彼は父親の政策が国を間違った方向に導くものだと確信し、両国平和式典に乱入。韓国側元首と父親である金総統を射殺した。金総統が死亡したことにより孫は独裁政権を樹立し、鎖国体制に入った。数年後、オーストラリア海軍が座礁した。 北朝鮮の貨物船を救助した際、貨物室で核兵器を発見。それらを海外へ密売していたことが明らかになり、さらに数十機の大陸間弾道ミサイルが数週間のうちに発射体制に入るという情報を入手した。国家連盟はすぐさま北の地に多国籍軍を送り込み、北朝鮮全土及び各発射施設を占拠。 しかし、未だに数機のミサイルが残されていることが分かり、状況は泥沼化した。状況を大破すべく、国連はエキゾップスにマーセナリーの投入を要求。そして、エキゾップスは要求に応じ王兵を投入した。国連軍のブルーヘルメット本作の韓国兵のモデルとなっている、反問点を守る憲兵本作では、 登場人物名が名体制の順という英語圏での方式で表記されており、実際の北朝鮮における生命の表記とは逆の順となっている。実際の国連軍車両における白い塗装、国連軍の車両でカモフラージュすると、反乱軍以外のどの勢力からも攻撃を受けない。実際の国際連合軍は車両に白い塗装を施すが、作中の国家連盟軍では、 迷彩塗装が施してある。韓国軍の車両でカモフラージュすると、反乱軍と中国軍以外の勢力から攻撃されなくなる。実際の韓国軍の命名基準に従って、兵器名の頭に、K がついている。車両はすべて紺色の迷彩塗装である。中国軍の車両でカモフラージュすると、反乱軍と韓国軍以外から攻撃されなくなる。 中国軍の車両は、陶器迷彩と、おぼしき灰色の迷彩塗装がなされている。反乱軍の車両でカモフラージュすると反乱軍以外の勢力から攻撃されるようになるが、反乱軍基地などに潜入する際は、重要となる。車両は、迷彩塗装されておらず、単色である。ロシアンマフィアの車両でカモフラージュすると、反乱軍以外の勢力から攻撃されなくなる。 車両の色は黒で、ほぼ統一されている。非戦闘員が乗車している車両。すべての勢力から攻撃されなくなる。作中の北ピョンヤン中央にある、ピョンヤン外専門作中の東ピョンヤンにある、祖国統一三大憲章記念塔、タントンと真珠を結ぶ、中朝遊戯橋デックオブ52の、捕獲ミッション時にのみ訪れることができる特殊なマップ。 通常のオープンワールドとは異なり、行動エリアの限られた隔絶された地域となっている。ミッション終了後の裁縫は不可能。ピョニアン国際空港。作中では、近日星の肖像がちょい損になっている4秒の原子炉。ありがとうございます。